お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですねこちらの迫撃ディガーエリババ入りね紹介していきたいなと思います。現環境ですね、迫撃がいろんな方がねあります。でその中でもこのエリババ方がね結構強いかなと思います。他の方は一応このあっちゃいやりこぶなんで、マスケットのレベルとか、その辺ね、相談しつつ使ってみてください。で、もう一個よく使われてるのが、この、ファイボデリのバルキリーマスケ型。なので、ウッドがたまにコウモリだったり、ファイボが、たまにポイズンだったり、これも、よく使われてるんですけど、そんな中でも今日はね、このエリババ型ですね、やっていきます。エリジャイだったり、とりあえず陸に強いですよね。だって、エリババで、守ることもできて、さらには防衛迫撃があるので、そういったところで、相手のジャイとかロイジャイとかエレジャイとか、そういう系のね、陸のジャイ系列にはめちゃくちゃ強いですね。ホグとかも、エリババでね、完封できるので、単体はね。陸にはやっぱ強いですね。その中で空がね、やっぱマスケだけなので、ちょっと大変かなっていう。言うて大変かなぐらいの感覚ですね。全然勝てないことはないかなっていう。マスケ高回転なんでね。さあ、で、今回相手は、クロスっぽい顔してますよね。非常に。ファイボー、アーチャー、ナイトでしたね。クロスですね。さあ、来る。相手のクロスの位置独特じゃないですか。独特すぎてちょっと困るんですけど。さあ、蓋してあげて。うわ、すげえ。めっちゃ積極的に今回の相手攻めてきますね。で、蓋してあげて、マスケ、お散歩か、お前。おい、ちゃんと振り向いていく。さあ、ちょっとね、クロスって普通ここに置くんですよ。ここに置くのは、基本的にはファイボ避けだったり、いろいろね、意図があることもあるんですけど、積極的に真ん中来るのはちょっと、あんまないんでね。あんまないんでね。大体すごいコスト使ってくれますね。僕のなんかのユニット警戒でしょう。これエリババがね、頑張ってくれるでしょ。よし、エリババ強いんでね。ほんとクロス出されて、クロスの前にエリババ出すだけで、なんならカウンター取れたりとかもします。で、今回は基本的に、ディガーで削っていきます。で、防衛発揮機置いとけば、相手のクロスボウ、なかなかね、僕のターンには届かないと思うので、迫撃で攻めたいですけど、攻めすぎず、防迫から流れを掴んでもいいのかなっていう試合な。気がしてますね。さあ、でファイボーもね、相手打ちたいと思うんですけど、クロスとか、テスラとかなんか置いてこないのかなってずっと思ってるんですけど、すごい置いてこないんですよね。もうめっちゃいいアーチャー。これディガーで攻めてもいいと思うんですけどね。いい延命。これ多分ディガーに行くっすよね、タゲが。オッケーオッケー。さあ、ディガーにタゲ行く。で、ここはね、はいはいはい、耐えつつみたいな。で、一生攻めてきますね。今回の相手はめちゃくちゃ攻めた気くるので、もう僕は守るだけ、守ってカウンターするだけで、いつか勝てるんじゃねと思います。さあ。こんなに真ん中迫撃じゃない、クロス置かれることないんで、動揺が。よし。それで迫撃を守ってあげるのも結構大事ですね。よいしょ。さあ、積極的に攻めてきます。いや、マスケで射抜けるですよね、ここに来ちゃうと。あとは防迫しとけば防迫しとけば多分ね勝てるんですよ、これ。防迫でマスケで打ち抜くだけ。最悪打ち抜けなくても、よいしょ。さあ、ディガーで竹取って、やべ、待って、ふっやばい、アイゴレとかがすげえ欲しくなっちゃいましたね。今アイゴレがなかった。よいしょ。ほい、エリババで困ったら、ディガーとかもね一緒に添えてあげれば、さすがにこれ、お危ねえ、ちょっとだけ怖いですが、ほんと防迫を置きます。クロスだとね、てか高回転だとこういう地味なね削り合いの試合とかもよくあると思うんですけど、ちゃんとねしっかり耐えるの大事ですからね。これ細かいダメージ1回でもクロス通されたら終わるんでね、僕の場合は。さあ、振ってって、一生耐えながらもうねディガーで削っていきます。
オッケー。もう D がちょっと入ればね、それだけで勝てる。うい、で残り30秒というわけで、オッケー。まあこれどうなん、多分クロスにはちょっと強いのかな。エリババがめちゃくちゃ綺麗にさばかれちゃうと、こうなんかね、もう2周目3周目とかでやられる気もするんですけど、多分クロス系列にはちょっと相性いい気がしますね。防衛迫撃で基本的に相手のクロス守れて、まあ、ディガーでねって感じで、エリババも強くてなので、さあ相手も悲しみのねホレイでした。なんか昨日の動画のかな、なんか最近あの動画内で基本的に吠えられてますね僕。よろしく。さあメガゴー、初手メガゴーもあんまないですよね。まあラバ系列かなぐらいですけど、さあメガゴー見捨てるないと、痛いよ。さあ今回スキラですね。お相手はスキラで、アイスイズメガゴのスキラは僕あんま知らないんですよね。だからちょっと攻めたいんですけど、攻めすぎがちょっと怖いやなと思いながら。スケルトン部隊もいるっすね。ナイトメガゴスキラーでスケルトン部隊入り、結構レアな気がしますね。あんま見ないっすね、アイスイズナイトメガゴ。いや、なんやろな、ちょっとわかんないっすね。フリーズワンチャンボーラーとかなのかな。まあ、とりあえず攻め吐くで、ユニット咲かせて、でこれはまあエリババで溶かさせていただき、オッケー。まあ、このスケラぐらいはウッドだけとかでも耐えれそうだけどな。エリババ帰ってきちゃったさあ、まあディガーつなげてあげるだけでエリババがね残るので、まあ、本当に残ったエリババにアイゴレだったりディガーをつなげるだけですね。基本的にはマジで。さあ他のカードが分かんねえな。全然相手カード咲いてないですよね今回。同じカードしか出してないので、めちゃくちゃ出しにくいカードだかな。あ、待って前の方に行っちゃった。これもね、さあインフェですね。インフェか。まあインフェは僕エリババなので、まあそんな痛くないっていうね。いや、インフェだったら多分フリーズだと思いますね、僕の勘が正しければ。フリーズな気がします。さあフリーズ来た。まあスケでちょっと時間稼ぎができねえな、痛えな。スケフリーされるだけでこんだけダメージ受けますもんね。で僕はエリババを通すならばウッドを取っとかないと、あのスケルトン部隊がいるんですよね相手。だからそれをどう突破しようかっていうちょっとありますよね。スケブ相手が使ってくれたらもうエリババ最強なんですけどね。でここでどっちかは生きるよねっていう相手の、うまいですね今の。端前スケベにウッド打ったらこっちが止まん、スケラが止まんないしみたいな。まあ、でも僕のこのスケブ使われてからのエリバババチコイ。さあ49はウッド系ないという感じで、アイゴレもめちゃくちゃいい味出してましたね今。相手のスケルトン部隊にだけね、あ、刺さったって感じですけど、こう最近エリゴレもちろんほらいたり、まあ、エレジアイとか、まあ、大型デッキが多いわけで、その大型のね足止め用のアイゴレ、だったり大型の後衛を逆サイドにするねアイゴレがすごい優秀なので、まあ、この人そうコカッちゃんなね気がしましたね。これキングキドワンチャンできん、うえい、いや待って、キングキドしたけどめっちゃ痛いじゃん。そんな受けるっていうぐらい、いや結構抑えれたと思うんですけどね。マジか。まあまあまあ。痛いが、キング起動できたので、まあ、枯渇に対してキング起動できたのは結構でかいと思うんですよね。さあ、ここは一旦ステイで、ワンチャン端前プリンとかかなーって気がしないこともない。いやー、このナイトの系が地味になかったですね。で、まあ、ギャング。ここに。あは!いやー、相手の防衛うまいな今の。プリンからの同じところにギャング来たらラッキーだなと思って出したんですけど、まあさすがに来なかったっすね。さあ1個アイゴレ、あー1個もう残り2個はスケで受けようと思ったんですけど、
まあまあ積極的に迫撃で攻めていきます。枯渇デッキは基本的にこの迫撃がきついと思うんですけど、まあ、僕はこの間のテスラがきついですね。まあまあ、あと800ぐらいなら追いつけそう。エリババを、そうですね、適当に割いちゃうとやっぱギャングとかプリンプラスで美味しくいただかれちゃうので、こいつ結構大事なんですね、本当に。このエリババで勝敗が変わるぐらい。さあ、ギャングが来るか、前になんか来るか。オッケーオッケー。いや、でけえな。これはでかいですね。さあ、LSP。まあ、迫撃で攻めていいと思うんだけどな。積極的に。積極的に攻めて、まあ、ロケ当てにくいような位置に。さあ、出してあげて。これ、キング起動してるから、僕あれなんですよね。別に、スケとかでこれ、そう、ほぼもう許容しまくっていいんですよね。いや、なんなら完封してる。で、蓋して、オッケーオッケー。いや、流れはいい。この繰り返しですね。一生迫撃で攻めます。で、迫撃のダメージが通る。いいね、いいね、いいね。で、なんならこういうとこで、エリババでいいと思うんですよね。なぜなら、ギャングを抑えたからですね。ギャングを抑えたから、陸受けがね、あんまなくて。よしよしよし。さあ、エリババ一発でかいよ。で、なんならテスラ置きたい。間に合い、うん、間に合ってる。でかい。で、ディガ飛ばして、ディガにね、ギャング出したいと思うんですけど、出しても、この迫撃砲にね、潰されちゃうっていう。いや、今完璧な流れですね。完璧すぎてちょっと怖いですね。なんかやりこぶが1点残ってんな。さあ、エリババ行ってあげてね。で、ここで、さあ、生命迫撃。するとね、ロケとか打ってると迫撃の受けもなくなってきちゃうので、これね、もうだんだんとペースが完璧きましたね。で、僕はもうあの、近起動してる分、もう攻めウッドとかもね、バリバリ打っていって、で、まあ、一応気をつけたいですね、ここの。OK。よいしょ。さあ、止めてあげて、もうウッドが回ったので、守れますよ、という感じでね、もう迫撃砲で攻めまくって、攻めまくって、ペースをね、掴んでいきます。で、これ、端前テスラとか置きたいけど、ディガーも受けないといけない。さあ、これは？いやー、いいテスラですね。間に合ってそうだな。あ、間に合ってなかった。残念なテスラでしたね。これはもう5ウッド圏内なのか。5ウッド圏内っぽい顔してますよね。オッケー、グッドゲームですーい。この、なんかね、アハメド、なんちゃらみたいな人はよく見かけるコカちゃんの人かな。そう、結構うまいイメージがありましたね。8-2ぐらいか。さあ、あと2勝で展開ですね。今季展開だ。今季マルチめちゃくちゃペース遅いですね。今季あと8日ぐらいかな。8日、もうちょっとあるか。まあ9日、まあそんぐらいなんですけど、まあ、別にやる気ないとかではないので、今回そういろいろ大会とかあってマルチそんなできてないんですけど、シーズン終盤もうそろなってくるので頑張りたいですね。前期マルチ60フィニッシュで、まあ、いつもの100何位とかよりはすごいマシな順位を取れたので、今回もまあ2桁、まあ、なんならほんと1桁近く狙ってはいきたいですよね。迫撃砲その付近は当ててくれないんですね。さあ、まあ一発二発とかか。さあ、アウプリから吹きやバレル。アウプリ枯渇っぽいが、プリンセス。そうですね。ね、ファイボ、エリババ、まあエリババ僕があんま自分から咲かなければ大丈夫な気がする。ちょっと暇すぎるな。アウトロー受けとかプリンス受けで美味しくいただかれるのが嫌っすよね、僕は。さあ、これ攻めくしたらプリンスマウトローも咲いてるからきついと思うんだけどな。あ、タゲ取られてからの吹き矢ですね。この吹き矢処理しちゃいたいっすよね。でけえ、そこ勝ったのはやばいな。6匹ぐらいいる中から吹き矢だけをね攻撃したディガーは優秀ですね。
さ、まあ迫撃で攻めてたらエリババは出さなくて勝てそうですね。なんなら出さない方が勝てる。なんかエリババも一応6コスなので、基本的にこうエリババ出すだけでなんかこう相手もね6コスぐらい割いてくれるんですけど、まあ陸が硬い相手だとなんなら美味しくいただかれちゃうんですよね。カウンターされたりとか。だからエリババもこう、まあ、最強ではあるものの、雑に使うとフルカウンター来ちゃうっていうのがね結構怖いところなので、さあもうこれはスケで、うん、これさもう無視してどっこいしちゃダメかな無視して攻めていこう。まあ、無視という名の許容という名の無視。さあロケボーイですね。いや拾われる。いやこれ痛いな今の迫撃と一緒に行かれましたね。ワンチャン端前プリンとか来ないのかなとか思いながら来ない。でもロケ打って回転がね、アウプリコカツはそこまで速くないので、さあ迫撃で攻めます。で復帰に当たるか。でアマプリン嫌なので、でこれお散歩できないかな。うん、これ5ボーイでもよかったかな。まあまあ、さあいろいろねもうユニットがいまくって大変なんですけど、まあディーガーでね攻めていきましょう。ふっ抑えたい。いや抑えたかった。でまあこの辺にプリンかなんか来るんで、よしよし適当にね投げとくだけで当たる。でここはもう迫撃砲で絶対攻めるべきですよね。でこの辺にギャングかなんかが、うん、これ絶対、え待って、こっち来ないの。こっち来ないとこれはもう決まりますね。オッケー、さあファイボで迫撃砲で、いやーすごいですね。つびちゃんグッドゲームです。アウプリ5月ですね。まあなんか枯渇系は基本的になんか相性いいと思うんですけど、なんかバレバレ枯渇のスケルトン部隊インフェルノタワーが割った今ちらほらいて、それはなんかね意外とウィンレートサイトに載ってるね、ウィンレートだけで見たら意外となんか負けてたので、なんかエリババがねたまに足を引っ張ります。高回転の5ウッドディガー削りだからってなるんですけど、エリババがほんとスケルトン部隊いるとね結構無能になっちゃうので、そうスケルトン部隊持ちには意外とこのデッキなんかそこまで強くないっていうのがねあります。エリババのせいでね、はい、まあ、エリババのおかげで勝てることもまあもちろん多いんですけども、エリババのせいで勝てないこともまあ何回かはねありますね。まあラバとかなのかな、よりエリババが相手の陸受けにもよりますけど、墓石とかだったら困っちまいますよね。さあこれ勝てば展開、まあ積極的に攻め吐く。まああとはディガー飛ばして、何が出た、ディガーですね。ディガーじゃねえ、ユーノが来ちゃいましたね。ちょっと悩んだので、うん、さあマジアチェユーノペッカ工場か、まあ神器デッキ、タルババだから神器デッキかな。まあゴースト、ムート、エリババあたりが入ってる可能性がありますけど、まあムートはないかな。ムートあんのかな、これムートあったらやだなと思いながら出します。あったー対面かぶったから今日謎に咳が結構出ますね。まだファイボタルだと僕のこの低めマスクが最強なので、まあ迫撃砲を通す、まあ通したいけど、まあまあまあ、なんかカウンターエリババが刺さる方が可能性高いかもしれないですね。まあ、あとディガーで削っていければなと思うんですけど、ちょっと防衛に使いたいですね。で、マジアチャで射抜かれるのが僕は嫌だよね。誰に話したんや。これ嫌なんだよねっていうね、思いもありながら、で、これ攻め迫すると、多分僕の予想ムートが来るんですよ。だから、ムートをもう顔面で受けるエリババ。よし、行ってこい行ってこい行ってこい。いや、いいね。いいね。あ、でも、思ったより。思ったよりだな。もっとこう、ボコボコにしてほしかったんですけどね、エリババに。綺麗に。まあ、ゴースト、タル、ムート、
まあ相手もコスト普通に10コスぐらいあったって感じですね。さあこれはどう勝てるかな。これはユーノの突進うまく使われて、マジックアーチャーやだよな。さあマジアーチャー、アイゴレとこれ被ったのマジで良くないですね。よし、スタイル、これは背中いっていいな。全部いるからユニットの、いやーこのヒスピうまいな。ちょっと飛ばして、これタワー行く。オッケーオッケー。いやでかいでかいでかい。いやこのちょっとでもタワー行くのでかいっすよね。うん、そこそこに延命してあげて、ここは一回捨てて、うん、わあいいタルババで、ここでウッド打ってあげるとこのエリババ対決延命できるんですよね。いやこれはまあファイボが相手は、うんうんうん、さあまあこのギリギリなダメージの戦いになりそうですね。まあでも相手はあの今回スペルがないんですよ。大型スペルがないから、なんかダメージ1回入れてしまえばあと逃げ切れると思うんですよね。そうそう、だからまあ逆に僕もダメージ最初に入れられちゃうとちょっと怖くなるので、できるだけこう防衛優先でね、ちょ守り守りで今戦ってますね。さあマスケ入らない、うーん、1回防衛発揮とかしてもいい気がしたな。ワンチャン始まりまじゅうちょ、うん、これは歩いてくれるんじゃない？いいね。あ、いた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 。オッケーオッケー。もう防衛ですね。ガチ防衛してる。守ってるだけ。でも守るだけで勝てる、ぶっちゃけ。相手タルババなんでね。削れないっすよ、僕のタワーはこっから。いやー、僕は守れればの話なんですけどね。うん。いや、むずいっすよね、こっからマジで。真ん中マジでちゃ来るし。いろいろ来るしみたいな。うん、まあ守ってあげて、なんなら相手が調子乗ったところをねカウンター狙っていきたい。うん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 、全然だな、全然通んねえな。やばい、やばいよ。エリババ、最強エリババで、オッケーオッケー。あと10秒だ、10秒だ。これだってマジアチャで射抜かれなかったら多分負けないんで。思ってやばい。これはヒースピ警戒で低めですね、タルババと。で、ここは高め。オッケー。おい、耐えていく。さあ、グッドゲームですね。もうめちゃくちゃ防衛課題ですね。なんで、これ陸デッキでは、まあ、間違いなくね、強いですね。で、もう本当に、ダメージが飛んねえって時は、もう迫撃砲で守って、本当にもうウッド削りとかディガーね、削りでもう、守り専用のね、迫撃砲もめちゃくちゃ強いですというわけで、展開到達ですね。まあ、今期も、マルチ頑張れたらなと思います。というわけで、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。